それでは、師匠定例会見を開催いたします。師匠よろしくお願いします。はい、そうしましたら私の方から4点、お伝えしたいと思います。まず1点目、であります。子どもの生活に関する実態調査を実施いたします。まずですね、これまで、私の市政の大きな方針の下で、子どもの教育、医療費無償化ということを掲げております。そして、現役世代に重点投資をする、行財政改革を徹底的にやってですね、現役世代に重点投資する、教育に投資する、子どもたちに投資するということを重点に取り組んでおります。その中でですね、そういった教育環境であったり、子育ての環境を充実させていくという意味では、その大阪では避けては通れない子どもの貧困の問題ということに正面から取り組もうというふうに思っております。で、その中でですね、まずはやはり大事なことは実態調査であります。今、どういった状況になっているのかということですね、最終的にはその子どもがそれぞれの教育家庭の環境にできるだけ左右されずにですね、自分の可能性を追求する、自分の能力をどんどん追求していける社会が僕は理想の社会だというふうに思ってまして、それにあたってですね、この実態の調査、まず大阪の貧困問題がどうなっているのかと、子どもの貧困問題がどうなっているのかという実態調査をします。その調査の時期ですけれども、6月27日からこの子どもの生活に関する実態調査を行います。実態調査の対象でありますけれども、大阪の私立小学校5年生の全児童とその保護者です。児童数にして約1万8000人、そして保護者数にして約1万8000人。小学校5年、それが中学校2年、中学校2年生も全生徒とその保護者、それぞれ約生徒1万8000人、保護者1万8000人と、それから5歳児ということで、認定こども園、幼稚園、保育所の全5歳児の保護者ということで、約2万人という、それぞれ世帯でいうと、合計6万世帯。のこの大規模にあたるこの調査、実態調査をしていきます。でこの実態調査についてですけれども、中身としてはその無記名式にしたいと思っています。そして小学校5年生の生徒、それから保護者、中学校2年の生徒、そしてその保護者とこの調査については学校を通じて行いたいと思っています。学校を通じて配布しまして、それから児童生徒とその保護者の調査票をそれぞれ原封した上で回収します。結果につきましては、その世帯の状況等々、あるいはその細かなところ、かなり詳しくお聞きするところもありますんで、それぞれ調査票に乱数をつけましてですね、どの児童とどの生徒がつながっているのか、どの児童生徒と保護者がつながっているのかと、同一世帯が分かるようにします。それから学校単位でもこれ分かるようにはしますが、無記名式という形で、プライバシーも守りながらできるだけ実態を把握するということをしていきたいと思っています。で5歳児につきましては保護者に対する調査に基本的にはなりますけれども、先ほど申し上げた幼稚園保育所認定こども園等を通じまして、調査票は原封の上で回収するということを考えております。でスケジュールについてですけれども、ここにあります6月の下旬、6月27日からこの実態調査を開始しまして、そして7月上旬でこれを回収すると、そこからデータ化、夏の間にデータ化しまして、9月には速報値として取りまとめたいと思います。でこの速報値として取りまとめて、来年の予算においてですね、重点的に取り組むことについて決定して予算に反映させていきたいというふうに思っています。でこれはあくまでも速報値でありますから、さらに専門家の意見も聞いてですね、詳細に分析して、その年度末までには詳細な部分は取りまとめをしまして、そしてそれ以降の30年以降の予算施策に反映させていくと
ということであります。で、私がこういうふうにお伝えしているのもですね、これどうしてかというと、これかなり詳細にお聞きしていく項目もあります。その調査項目については、この段階でこれとこれと今この場で皆さんに開示するわけにはいかないという事情はあるんですけれども、かなり詳細な項目についてお聞きしていきます。で、これはどうしてかというと、先ほど申し上げた通り、いわゆるその貧困、子どもの貧困問題についての実態をちゃんと把握してですね、そして解決すべき課題に取り組むと、蓋をすると、できるだけ見えないようにするというのはあまり良くないと僕は思ってますんで、そういった意味でかなり細かな部分をお聞きするところもございます。ただそれはですね、じゃあ何のためにやるかというと、一番最初申し上げた通り、その実態を受けた上で、子どもがその自分の可能性を追求できるような、そんな環境を整えていきたいというのがこの施策の目的でありますから、そこのアンケートの趣旨にですね、ぜひご理解いただきたいと思ってます。改善し、そして良くしていくには、まずは事実の把握が必要だと思ってますんで、そこの詳細な事実、実態というものを把握していきたいというふうに思ってます。ですので、このアンケートの調査の趣旨もご理解いただいてですね、できるだけ多くの方にご回答をいただきたいと思ってますし、回収率を上げていきたいというふうに思ってます。そういった意味で、学校関係者の方、先生、学校関係者はもちろんですけども、保護者の方、それから PTA の関係の方、地域の方、このアンケートの趣旨にご理解いただいてですね、より良い子どもの対策、施策の充実にご協力をお願いしたいと思います。これが1点目です。で、次、2点目であります。2点目ですが、中之島の大阪の新美術館、この大阪の新美術館の公募型の設計の協議、いわゆるコンペですね。設計のコンペの実施を予定します。広くコンペで中之島の新しい美術館の設計を募集したいと思っています。まず新美術館について、平成33年度にこれ開館することを目標として、今さまざまな制度設計に入っております。大阪の文化芸術の拠点としてですね、世界に誇れるような、国内外にしっかりと誇れるような、そんな美術館を作っていきたいと思っています。で、そのためにですけれども、この中之島のこの敷地面積13,000平米のこの敷地にですね、その美術館を建築すると。で、その設計について皆さんに広く公募型でこの設計の提案をしていただきたいと思ってます。8月上旬にこの設計協議の自治要項の広告を行います。そして年度内に最優秀の提案、これを選定する予定であります。で、そもそもこの大阪市が持つこの美術品ですけれども、非常に素晴らしいものがあります。これは1.0次ではありますけれども、4900点を超える貴重な近現代の美術品を大阪は所有して、大阪市は所有しております。このモディアーニであったり、佐伯雄三であったり、これも皆さんもご存知の通りだと思いますけれども、こういった素晴らしい大級のコレクションがありますので、まさにこの中のこういった素晴らしい作品はもちろんのことながら、その箱であるその近代美術館も素晴らしい国内外に誇れるものを目指していきたいというふうに考えています。そういった意味で、この設計については国内はもとよりですけれども、海外からも優れた設計者の提案を募集したいというふうに思っています。で、この大まかな概要でありますが、所在地については先ほどの地図にもありました中之島の4丁目で、敷地面積は13,000平米で、延べ床ですけれども、美術館の部分で約15,000平方メートル、これは
あの駐車場とか駐輪場の面積は含まない美術館の面積で約1万5000平米、それからあのサービス施設ですね、カフェとかレストランとかミュージアムショップ、まあ、そういったものが大体約500から1000平米ぐらいを想定しております。で、広告の時期、まあ、これから詰めますけれども、より詳細はこれから詰めますが、広告の時期については28年の8月の上旬に、その広告をしたいというふうに思っております。細かな分については、まあ、その時点で、ご案内することになるかと思います。でこの設計のコンペにつきましてではですね、その募集条件とか内容、スケジュール等の詳細については今後外部の有識者、美術、建築、まちづくりの分野の有識者で構成する審査会議でご意見いただきまして、より詳細な条件を設定してまいります。そして8月の上旬にはその広告を実施したいというふうに思っております。まあ、国内国外から多くのですね、第9のご提案をお待ちしたいというふうに思います。続きまして第3点目であります。これは大阪市内在住の小学生、まあ、3年生から6年生それから中学生を対象にしましたスマホを使ったですね、スマホアプリとかゲーム開発 のプログラミングの講座を開催いたします。で、もう先日ですね、6月3日文科省の有識者会議が小学校でのプログラミング教育、これをまあ必修化するということについての議論を取りまとめました。まあ、2020年度からということで明記される見込みとなりましたけれども、まあ、これに先駆きまして大阪市では ICT 戦略室も設置していると、それから教育 ICT については強化しておりますので、先立ってこのプログラミング講座を実施したいというふうに思っております。で、まあ、詳細ですけれども、小学校3年生から6年生の約50名、まず申し込みは抽選をしようと思う、多くの事前申し込みを受けまして、そして多数の場合は抽選をさせていただきます。で開催日時は8月20日21日、グランフロントの大阪イノベーションハブで行います。まあ、コースとしてはゲーム開発、アプリ開発、ウェブ開発から1つ選択していただいて、プログラミングの講座を開催する。これは小学生向けのものであります。それからこちら中学生向けのもの、これ人数同じく50名でありますが、これは時期がちょっと違ってまして、9月の10日と11日です。これも場所は同じ大阪イノベーションハブ、グランフロント大阪で行います。コースについては、ゲームクリエイターの入門コース、iPhone のアプリ開発コース、ウェブ開発コースの中から1つ選択していただいて、このプログラミング講座を行います。でこのプログラミング この教育の方についてはその専門の民間業者がおりますので、その専門の教育機関にやっていただくということになります。で小中学校ともですね、この会場までは保護者の皆さんの送迎が必要になりますので、その会場で集まって、それで会場で解散という形になりますので、そこをご注意いただきたいと思います。まあ、このプログラミング講座を通じてですね、その ICT のこの教育のまあそういった地盤をさらに深めていって、それからそのプログラミング教育を通じることでですね、その子どもの その才能とかそういった能力、それを引き上げるということに取り組みたいというふうに思っています。で特に今回このプログラミング講座、この2日間でありますけれども、その中でも特に成績が優秀だという方についてはですね、小学校、中学校とも各4名の方については、さらに選抜いたしまして、半年間、継続的にプログラミングスクールに無料で通学していただくというふうに考えております。この ICT に非常に興味のある小学校、中学生の皆さん、たくさんいると思いますけれども、ぜひとも応募していただきたいというふうに思います。受講料自体は無料でありますが、パソコンはご持参してください。で、パソコンをお持ちじゃない方については、有料でお貸しをいたします。
それから申し込みの受付期間ですけれども、7月1日から7月21日まで、7月1日から7月21日まで申し込みを受け付けます。で、申し込み多数の場合は抽選としまして、7月28日にですね、7月28日ごろに当選者の申し込み多数の場合は、そこで当選者の発表をさせていただきたいというふうに思います。まあ、詳細ですけれども、ICT その戦略室のホームページ内容に掲載いたします。6月30日にICT 戦略室のホームページに掲載します。まあ、このプログラムに通じてですね、この ICT に触れていただきたいというふうに思いますし、さらにその中でも優秀な方、それぞれ小中4名の方については、継続的に、無料でその半年間の新たなそのプログラミング、講座をぜひ受けていただきたいと思っております。まあ、そういった能力、これから必要になってくると思いますので、そういった能力を高める、まあ、そういった機会作りをこれからも大阪市では取り組んでいきたいというふうに思います。で、次にですが、車のですね、ビッグデータを利用しました安全な街づくりについての市民ドライバーの方を募集します。実証実験に関します市民ドライバーの方を募集いたします。今年の1月にもちょっと紹介しましたが、ヒヤリハットマップということで、大阪市とトヨタの IT 開発センターとの間で共同でこのヒヤリハットマップというのを作成しました。要はその車の走行データを使ってですね、大阪市内のどういったところに危ない、よくブレーキを踏まれる、あるいはそのここ危ないなと言われるポイントというのをビッグデータで把握していって、それを地図に落としていこうというわけであります。で、その落とした地図は、これは当然 IT ですから、まあ、トヨタにしてみればですね、例えばカーナビの安全対策に使ったり、あるいはその自動運転の技術に反映させたり、それから我々大阪市としては、これからの道路づくりであったり、その安心安全の告知というか、それを市民の皆さんに行って、その安心安全な街を実現していくという、そういう共同の目的を持ってやっているものであります。で、これについては、北区、中央区、福島区の3区でやっておりますが、これさらにですね、バージョンアップすると。という目的で、今回8月から10月までの3ヶ月間、この先ほどの3区におきまして、再度一般のドライバーの方にも参加いただいた実証実験を行いたいと思っています。で、さらに、一般の方だけじゃなくてですね、ヤマト運輸とも共同実施いたしまして、ヤマト運輸のベテランドライバーの方がどういったところを危険場所だというふうに感知するのかという、まあ、そういうヒアリングというのもやりたいと思っています。で、これはまず大きなデータ、ビッグデータを集めてですね、最終的にはオープンデータにしていきたいというふうに思っています。そのデータ収集にご協力をお願いできる市民ドライバーの皆さんを明日6月17日から7月7日まで募集いたします。募集の要件についてなんですけれども、北区、中央区、福島区のいずれかにお住まいの方、あるいはいずれかにご勤務の方、在住または在勤の方にお願いしたいと思います。それから2つ目ですけれども、平成20年4月以降に生産されたトヨタ車を所有しまたは通勤されている方、それから3つ目ですけれども、実証実験終了後に行う本市のアンケートにご協力いただける方、4つ目に、それ以外の、本市が定めます制約事項にご同意いただけます方を募集したいと思っております。で、募集人員は最大で80名、メールもしくはファックスでの申し込みをお願いしたいと思います。で、80名を超える場合は住所あるいはその勤務地などを勘案して、こちらからお願いさせていただきたい、先行させていただきたいと思います。この実証実験
によってですね、市民ドライバーの皆さんのその走行データ、これを集めることで、生活道路であったり、今までにはなかったより多くのデータを集めることができます。より多くの危険場所を把握することができると。それは公共でいうと、より危険な場所を皆さんで共有することができるということになりますので、安心安全のためにぜひご協力をお願いしたいというふうに思います。今後もですね、この ICT 使いましたこのヒヤリハットマップ、これを充実させていってですね、より充実、内容の充実したものを目指していきたいというふうに思います。で、これ車にですね、車データロガーという、小さいやつがあるんですけども、10センチ、5センチ、2センチぐらいのやつですけども、その車データロガーと、これですか、車データロガーというものがありまして、これを車に設置いただいてですね、設置いただければ自動的に走行のデータが保有されることになりますし、走行だけじゃなくてブレーキとかハンドルとか加速位置情報、さまざまなデータがこれで取得できることになります。ですので、このそんな大きくないものですけど、このロガーというものを設置いただいてですね、皆さんから多くのこの運行の情報というのをお願いしたいというふうに思います。はい、私からは以上です。はい、それでは質問を受け入れます。必ずマイクを通しまして、社名氏名を名乗りになってからお願いいたします。まず幹事社の産経新聞からよろしくお願いします。幹事社産経新聞の田村です。先ほど、ご発言でございました、新美術館の、コンペなんですけれども、海外も含めて乗りたいと言ったんですけども、海外に対してはどうやって質問がいいですか。これはですね、まず今日の場もそうなんですけど、要は規模なんですよね、規模。要は今回のこの中之島の近代美術館っていうのは、規模として敷地面積1万3000平米であるということになりますが、かなり大きな美術館になると思います。ですので、この専門の、設計者の方からすると、これは非常に大きな、要はデザインの対象として非常に大きな価値のあるものになるというふうに思います。東京の国立競技場もこれありましたけど、それも世界的にありましたけどね、それと別に比較するわけじゃないんですけれども、要はそれだけの大きな規模のこれ美術館の設計ということになりますから、海外からもその設計のプロの皆さんが、当然その海外単独地が日本と組んでということになると思うんですけども、そういったところで多くの方が募集して、いただきたいなというふうに思ってます。今ちょっと出ましたけど、国立競技場なんかを思い返すとですね、確かにデザインとかのものとしてはすごくいいんだけど、結局お金ものすごいかかっちゃうということで、あれ、またコンペやったっていうような事態があったわけなんですけども、そうならないように、いわゆるそのデザイン性の部分とその、行政なんでですね、かかる費用とのこの見合いをどう精査していくのかというのは、どういうことになるんでしょうか。そこがまさに大事でありまして、そこが一つ私の中で大きな問題意識としてありましたんでね、今回私、もともと予算の原案でご提案したのは、全部フルパッケージになっている PFY 方式というのをご提案したという理由もあるんですね。ただ、そのいろいろ議会でのご議論も通じて、こちらの方で修正しまして、広くこの設計については募集しようとすべきということに、修正いたしました。ですので、問題意識として、ただ問題意識としては、当初私が提案したのもそういう理由もありますんでね、問題意識は今も持ってまして、要はその設計が先行して、使い勝手が悪いとか、設計が先行して非常に費用が多くかかると、そういうのは絶対にあってはならないというふうに思ってます。ですので、じゃあそれを防止するためにどうするかということになると、先ほども
少し申し上げましたけれども、それぞれ その募集の条件とか内容、スケジュール、そして最終的に判断するのはこのコンペで判断していくわけですけれども、それを判断できる、有識者の方々、知見のある方々にですね、しっかりとその美術の専門家も入ってもらって、その美術の専門家の観点から見て、単に外のデザインだけじゃなくて、美術家の要素としての、その機能性というか、そういうのをしっかりと判断できる方に、審査のメンバーにも入って、いただいてですね、要は東京の、国立みたいなことにならないようにしていきたいというふうに思っています。実際の修正ではその基本設計は市が行うということになったわけなんですけど、その部分のこのコンペというそうです基本設計の部分のコンペそうです、基本設計、これはまさに基本設計の部分のコンペであります。ただその基本設計をするということで、もう最終的にもし選ばれればですよ、そこからやはりその実施設計をして、その設計の監督ということも当然これやっていくということになると思いますので、だから最後までこれちゃんと責任を持って見てもらうということにはなってくるのかなというふうに思っています。今有識者のところ、技術の専門家のということはましたけども、その費用の部分でちゃんと見てもらうための専門家というのはどういった方を考えますか？いや、そういった方もだから見れるような仕組みを作っていくということですよね。実施設計、工事管理の業務をその方にしてもらおうと、そのコンペで最優秀の提案をしたところにやってもらおうと思ってますし、外部有識者での この審査っていうのもしっかりやっていかないといけないなと思ってますんで、新国立競技場みたいにならないようにしないといけない、同じ鉄を踏まないようにというふうには考えています。出ました新、国立競技場の件なんかですね、いろいろ対応していた舛添知事がですね、結局辞職するということになりました。以前吉野市長に伺った時には、人としてなのか信用できないレベルになってしまっているというような発言がありましたけれども、改めて一連の経緯をどのようにご覧になりますか？そうですね、僕はやっぱりその初動が間違えてたんじゃないのかなと思うんですよね。その当時も申し上げましたけれども、まずその、自分がしっかり説明して、謝罪を早い段階で、これはやっぱりやるべきだったんだろうと思います。政治とお金の問題ですんでね、これやっぱり都政にも絡んできますから、しっかりと自分で自ら謝罪をして、そして都民の皆さんに自分の口で説明して理解を求めるということが必要だったんじゃないのかなというふうに思っています。でその上でしっかりもう一回やり直したいと、やり直させてほしいと、その例えば身を切る改革なんかもやってですね、やり直させてほしいということを初期の段階でしていれば、僕はまた違ったと思うんですね。でその初期の段階というのも結局謝罪は形ではやってましたけど、結局弁護士使って逃げ込んでしまいましたんでね、そうじゃなくてやったことに対しては自分から説明はやっぱしてないわけですよ。騒がしていることについて謝罪はするんですけど、中身についてのやっぱりこれ説明っていうのは都民に対して説明されてなかった。でそれが公私混同あったんであれば、それは良くないことですけれども、正直に言うべきだったと思います。今から振り返っても公私混同があって申し訳なかったっていうのをですね、しっかりこれは自分の口で説明して、その代わりもう例えば退職金もなしにする、報酬も削減する、だからこれ都政最後やらせてほしいといえば、最初の段階で、ね、自らの口で語っておれば、僕はまた違った結果もあったんじゃないのかなというふうにも思っています。それが一つですね。もう一つはやっぱりこれは先ほどじゃあどういうことかというと、これ舛添さん個人だけの話じゃなくて、やっぱりこれ政治資金規正法の話なんですね。最終的にこの問題点となるのは、弁護士の会見もありましたけど、不適切だが違法でないというのが代理人の弁護士のお話ですんでね、政治資金規正法については山尾さんなんかもこれ問題になって今放置されてますけれども、これまで多くの政治家も政治資金規正法がいわゆるザル法だということで、流されちゃってるわけですよね。じゃあこのザル法になっている政治資金規正法ね、市民や都民、国民の皆さんが理解できるようなそういったものに変えていくというのが今回の舛添さんの件で
やらなきゃいけないことなんじゃないのかなと思います。だから今回、舛添さんがご辞任されたというので、それで終了というふうにしてしまうんじゃなくてですね、この政治資金規正法を国民の皆さんが理解できる形に変えていくというのをやらないといけないと思いますし、それを今の国会議員がどこまで腹くくってやるのかなというところ、まあ、そこが一番大きな問題であり、課題にすべきことなんじゃないのかなというふうには思いますけどね。じゃあ、また出てきますよ、第2、第3、第4というのがね。だからやっぱりここは、やっぱり大きな問題ですよ、都知事が辞任されるというのは。日本の第一の大都市ですからね、まあ、国レベル この予算規模を誇っている、その東京都知事が辞任されたということですのでね、それを個人の問題に帰結させるんじゃなくて、その背景にある政治資金規正法を改正するということに対して、この政治家一番やりたくないですから、ここ、触られたくないとこですからね、政治家にとって、政治資金規正法を厳しくするというのは、触られたくないとこですので、まあ、そこを政治家自身が今回の件を受けて、まあ、特に国会議員が今回の件を受けて、ちゃんとやるのかどうなのかというところをむしろ見定めるべきなんじゃないですかね。幹事として最後の質問なんですけども、先般質問状を送られた、自民党府連の中山会長から、会長権は明日としてましたが、現時点で何か反応ありましたでしょうか。現時点では一切回答はないです。舛添さんの関係なんですが、辞められたということで都知事選になるわけなんですけども、はい、まあ、大阪維新としてですね、この都知事選にはどういうふうな対応すべきかというふうに考えていますか。これはもうあれでしょう、東京維新の会の柳瀬さんが一人で頑張ってますから、柳瀬さんがどう判断するのかっていうのは、党の執行部としては当然最重要視しないといけないんじゃないですか。今回不信任案を出すというのも一番最初に出したのは柳瀬さんですからね、一人で、しかいないですけども、一番最初に言ったのは大阪東京維新の柳瀬さんが不信任案を出すと公表したわけです。で、不信任を出す、これ議員が不信任を出すっていうのは非常に覚悟のいることですからね。これ間違えれば首長は解散権を持つわけですから、解散してもう一回自分たちが選挙をしなくちゃいけない可能性が出てくるわけ、まあ、そういった不信任案を出すと一番最初に言ったこの柳瀬さんの覚悟はもうすごいものがあると思いますので、まあ、そういった一連の流れからするとこの都知事選をどうするのかというのはこの柳瀬さんの意見を最大限尊重しなければもう執行部としては手を流さないと思いますけどね。まあ例えば候補者を擁立するとかですね、まあ、推薦するとか、いや だからもうそこら辺も含めて柳瀬さんの意見を僕は尊重すべきだと思いますよ。一人で自分では一人でも不信任出すって言うた方なんですから、その覚悟を見ればこれはもう維新の現執行部のメンバーはやっぱり柳瀬さんの意見を尊重すべきだと思います。その出す出さないも含めて、ね、今回は改めて舛添さんの問題で、まあ、政治と金の問題ということですね、浮き彫りになったと思います。まあ、大阪維新はずっと政治家、身を切る改革とかですね、まあ、政治家の家のお金の問題というのは強く訴えてきたと思うんですが、まあ、今回の参院選に対してですね、まあ、舛添さんの問題が、まあ、ある意味維新にとっていい影響が、そういう主張してきた維新にとっての、まあ、有権者がより後押しするというですね、そういうふうなふうに見るということはありますか。そうなるのかどうかわからないですけれども、まあ、一つ言えることは、この舛添さんが辞任される前にですね、我々は政治資金規正法がこれザル法だから厳しい法改正をしようよというのは国会議員団がですね、民進党にも仕掛けてるわけですね、山尾さんにも仕掛けて、で山尾さんからは、いや維新は法案提出する数もないんだからあんたら数揃えてから出直してこいって言われたわけですから、まあ、我々はその提案すらできなかったわけですけれども、ただ辞職の前からこの政治資金規正法を厳しくするよということの提案はしてますんでね、あとはその他の民進党も、まあ、それだけ厳しくするって言ったら国会議員の人たちが政治資金規正法についてどう展開していくのか主張していくのかと
ということを見定めたいと思いますね。自分たちだけがぬるま湯に使っているというのは、それは許されないことでしょう。だから松添さんが辞職されたというのは、まあ、僕も同じこれ首長としてね、まあ、最後はもうずっと矢面に立たわれてたわけですよ。まあ、心中察すればやっぱりかなりのストレスもあったと思いますし、問題が起きればこの首長というのは矢面に立つわけですから、まあ、その中で最後自分の辞職ということまで決められたわけですからね。じゃあそれをじゃあどう次どうやって、その意味を出していくかとなると、やっぱり政治資金規正法というのをしっかり厳しく改正して、行くべきだし、まあ、それが厳しかったら別に松添さんも法に基づいてやってたかもわからない、も指摘もされる必要もなかったかもわからないわけですから、まあ、そこで政治資金規正法の改正というのをこれからこの参議院選挙で他の国会議員がどういうふうなことを言うのかというのを、僕は市民の皆さん、国民の皆さんにしっかり見定めていただきたいなと思いますね。まあ、僕らこれ前から言ってますけれども、そこはまあそれがどんだけ選挙に影響するかどうか分からないですけれども、まあ長い目で見たあるべき方向性としては、やはり政治資金規正法がざる法だというのはもう周知の事実ですから、これは変えていく、まあ、それに抵抗する勢力があるとしたら、これ議員だけ、政治家だけですから、そこをまあ政治家自身がどんだけ腹くぐるか、まあ、決めるのも政治家、やらないのもまあ政治家で、これはやりたくない分野ですから、やっぱりこれは今回の件を機にですね、ちゃんと取り組むべき課題なんじゃないのかなというのは思いますけどね。昨日ですね、家事支援の外国人フィール事件の、はい、まあ、会議が、都議会の方が上であったと思いますが、まあ、8社という業者が8社参加されたわけなんですが、まあ、改めてこの事業の必要性というところとですね、あとやっぱり課題としてですね、その外国人の方が本当に家庭のですね、入っていく中で、まあ、文化とかですね、そういうことをちゃんと理解した上で入っていけるのかとかですね、いろんな課題もまだあると思うんですが、そこら辺の課題に対しての見解を教えてください。まずはやはり今単身の高齢者の方っていうのがこれ大阪では非常に多いですし、あるいはその共働きの方も多くあります。で保護者の方もお子さんがいらっしゃる方で、多様な働き方をしたいと考えていらっしゃるお母さん方も多くいらっしゃいますんで、ね、まあ、そういった中で家事支援について、この外国人の方のがそれをサポートすると、そしてちゃんとルールを作って、仕組みを作って、安全性もちゃんと配慮したルールも作ってサポートする、この事業が全国で2番目になるんですかね、大阪市で行われるというのは必要なことだし、その多様な働き方、それから高齢者の単身の方、いろんなものを広げていくという意味ではですね、僕は第一歩ようやく進んだなというような思いであります。で今後はこれを安定的にやっぱり進めていかなきゃいけませんから、まあ仕組みとして誰でも彼でもこの事業できるわけじゃなくてですね、きちっと大阪市も入った、公も入ったところでのそういった認定の機関なんかもね、これある、まあ、監督の機関なんかもあるわけですから、まあ、そこはきっちり機能するようにしていきたいなというふうに思ってます。それからまあ課題としてはやはり日本の場合言葉の問題はありますんで、今回の募集では日常生活できる程度に日本語が話せることというのが、まあ、これ条件になってきてますけれども、まあ、その言葉の問題、それからやっぱりその慣習ですね、生活慣習の問題、これはやっぱり日本独自の生活慣習というのもありますから、まあ、そういったものを、まあ、理解していただけるような、まあ、研修制度であったり、その家事支援をされる方にそういったことが理解いただけるようにもですね、これはしていかないといけない、まあ、そういった意味で一定程度この事業者、最後もし認定されてくることになれば、その認定されてくる事業者には積極的に求めていきたいなと思ってます。要はその家事支援をしようと希望を持ってですね、この大阪にいらっしゃった外国人の方がこれは全然話と違うじゃないかというようなことに当然なってはいけませんしね、そうならないような仕組みもありますから、その仕組みはしっかりと機能するように監督というか、そういうことをもしっかりやっていきたいなと思ってます。これがうまく機能していければだいぶまた変わると思いますよ、働き方っていうのも。最後なんですけど、来週東京 の, 健康安全研究センターに行かれるんですけども、はい、まあ、その狙いといいますか、視察される意図というかですね、はい、教えてください。はい、
東京都のこの衛生研究所についてはですね、非常にやっぱり大都市東京だけあって充実したものになってます。で、これは大阪市と大阪府、まあこれまでちょっと別々にやってましたけれども、同じように今市と府が市の衛生研究所と府の衛生研究所を一つにして機能強化するというのが目的ですのでね、やはりその東京がこのやってる東京都として広域でやってるこの衛生研究所の在り方、その中身実態、そういったものをしっかりとこれ把握してですね、大阪の新しい研究所で活かせるようなところを情報を取得して、反映させていきたいなというふうに思っています。はい、他に質問は、はい、毎日新聞、すみません、毎日新聞のお声でございます。28日のですね、関西電力の株主総会をなんですけれども、市長出席されるということなんですが、まあ、自ら出られるその人というか狙いはどなたにあるんでしょうか。いや、それだけやはりこれは重視しているということです。で、まあ、株主としてしっかりこの大阪市で考えていること、まあ、原発の再稼働のあり方も含めてですけれども、まあ、今の関西電力のね、この経営体制のあり方とか、そういったものも含めて、しっかり自分が考えていること、大阪市として考えていること、これを直接やっぱり僕の口からしっかりとその株主総会の場で言うというのは大切なことだと思いますので、自らやっぱりそれは伝えて、まあ、経営陣の方に経営陣に訴えていきたいなと思ってます。まあ、現表明の場、株主現表明の場で言われるんだと思うんですが、経営陣には大体どのようなことをこれはそれはこれから、まあ、詰めていきますけれども、今のこのやっぱりその原発政策の在り方ですね、まあ、特に非常にこれ関西電力がここに頼っているところが大きいですから、再稼働の在り方もそうですし、これ大きく環境変わってきてますんで、このままで果たしていいんですかという問題意識はしっかり投げかけたいと思いますし、その関西電力のこの経営にですね、ちゃんとその透明性が確保されて、その経営陣自体をしっかりと監視するというかね、監督するというか、まあ、そんな新たな、まあ、委員会のような仕組みについても提案したいと思いますし、外部の取締役が過半数を占めるような、まあ、そういったことも提案していきたいと思っています。まあ、その経営の透明化を図るということが大事だと思ってます。まあ、なんでそんなことをするのかといったら、最終的にはこれ電力ですから、これ市民に直結するわけですよ。電力の料金というのは市民に直結しますし、市民の生活だけじゃなくて、それ小売の、まあ、言ったら製造もそうですけど、中小企業の事業者でやはりこの大阪が成り立っているところがありますんでね、その電気代というのは非常にやっぱり大事ですよ、これ企業経営者にとっては。だからそこについて、まあ、自由化もされてますけれども、関西電力として、やはりしっかりとした経営をしていってもらわないと、ひいては市民であったり、やっぱりここの中小企業の事業者のこれ負担になってくる、まあ、今総括原価でそんな方式になってるわけですから、そういった市民とかいわゆる中小企業者にとって、もうこれ大事なことだと思ってます。それから当然我々はこれ株主、大株主でもありますから、これ配当も全然されてませんのでね、これ配当されてりゃまだその分市民サービスにこれ回せるわけですから、まあそういった意味でもこのずっと配当がない状態っていうのはいかがなものかと思いますし、まあそのあたり思っているところをしっかりと訴えたいなと思いますね。詳細についてはちょっとまだ今後詰めていきます。あと株主総会はですね、参院選の、まあ、工事後であるんですけれども、この、まあ、福島第一原発の事故の直後に比べるとですね、その、まあ、原発の是非っていうのが選挙の中の争点としては、まあ、その重要性っていうか、まあ、大きさというか、この世論の盛り上がりとしてはですね、ややちょっと沈静化というか、まあ、一番の争点ではないような形になってきているわけですけれども、その、まあ、まだ維新のそのマニフェストというか公約等も出てきてない部分もあるんですが、その
原発政策のですね、是非というか、というのは今回の選挙で、どのようにこう問われるべきか。いや、原発政策についても確か維新をマニフェストに載せてたんじゃなかったですかね。で、基本的な考え方についてはやはりその電力会社とそれから周辺の自治体と立地の周辺の自治体とそれから国それの権限と責任の範囲をやっぱり法律上やっぱり明確にしていかないといけないと思ってます。再稼働にしてもそこら辺も明確にしていかないといけないと思ってますし、今一緒に不明確のまま進んでいってます。で、福島の原発の事故もありましたが、これ未だに、まあ、正直言って国土が一部消失しているような状態が続いているわけですから、ね、ひとたび事故になればこれすごい損害が生じるのがこれ原発でもありますので、ただ一方で国策としてこれ原発進めてきましたので、全て電力会社が悪いというような短絡的な思想でもあってもいけないと思っています。じゃあどうやってこの方向シフトチェンジしていくのかというのが大事だというふうに思ってまして、我々が考えているのはまずはそういったしっかりと権限範囲責任範囲というのを明確にしていく、まあ、それがまず第一じゃないかと。特に核の廃棄物ですね、使用済み核燃料をどうするのか、まあ、そういったところの議論を逃げているような状況ではやはりダメだろうというふうには思いますんでね。ですんで、そこは参議院のマニフェストに入ってたと思いますけども、まあ、この参議院選挙あるなしに関わらず、これ株主総会というのは大体6月にありますんでね、まあ、選挙にあるなし関わらず、ここはやっぱり関連にはしっかりと大阪市の考え方っていうのは訴えていきたいなと思ってますね。はい、他にございますでしょうか。はい、すいません。ちょっと風邪気味で。すいません、読売新聞の初めです。はい、すいません、行政主催の大都市制度の説明会なんですけれども、8月下旬くらいから行われるというなんですけれど、これは先日の区長会ですかね、大体概要をまとまったというふうにお伺いしているんですけれども、これ、どのようなものになるんですか。8月の末ぐらいから始めていこうというふうに思っています。で、まあ、その詳細については今、福祉省推進局で詰めていってもらってますけれども、まあ、中身としては、まあ、総合区について3案の素案のたたき台というものをこれまず今作ってますんでね、まあ、その素案のたたき台をもとに皆さんのこの意見をお聞きする、それから特別区これについてもですね、これまでさまざまな議論ありましたけど、特別区についても皆さんの意見をまあお聞きすると、まあ、当然これ案を作る場ではありませんけれども、住民の皆さんが大都市制度について考えているところ、そういったものを行政としてしっかり意見をお聞きするというのは僕これ大事なことだと思いますので、まあ、それをそういったことをやっていきたいとは思っています。中身についてはまあ、知事も参加して、で僕も参加して、まあ、それぞれの区長もね、しっかり区民の意見を聞くということですから参加してもらって、できるだけ広く多く市民の皆さん区民の皆さんの意見を聞いて、まあ、あるべき大都市制度にやっていきたいなというふうに思います。特別区の方の議論の拡大というのは、これはこの間の協定書、そうですね、まあ、どういう形にするかっていうのはまだあれです、決まってないところありますけど、新たな案を作るということでは、新たな案を提示してどうこうというわけではこれ当然ありませんのでね、もうすでに1回5月17日は否決はされましたけれども、この特別区の制度案というのは一定積み重ねられてきた議論もありますから、特別区それ自体について住民の皆さん市民の皆さんがどう考えているのか、お考えになっているのか、そういったことについてお聞きする会になるのかなというふうに思っています。日程とか概要とか福祉と推進局でまとまるその目処って大体どのぐらいですか。どうですか、日程については8月のちょうど本当に末ぐらいから、まあ、全区半年ぐらいかけてになると思いますけれども、全区一巡させていただくというのが多分予定になってくるかなというふうに思います。で、中身の概要については、まあ、私が先ほど申し上げた以上のことであればちょっともう少し今進めてもらってますから、まあ、やったら総合区と特別区のことについて住民の皆さんのご意見をお聞きすると、まあ、そういうことをになるのかなというふうに思いますね。知事も参加はされる。知事も参加してもらいます。ありがとうございます。はい、はい、続いて40分ですね。関連で総合区の案で年末までにまとめられると思
話が過去にされてたと思うんですけど、半年かけてすると、まあ、ちょっと年末を超えてしまうと思うんですけど、それを会議の時期によって説明内容は変わるというか。まあ、年末か、まあ、年末中にこれまとまるかどうかは分かりませんけども、まあ、年末か年度末ぐらいになるのかなと僕は思ってるんですけど、要はその総国の案について、そうですね、最終的には一案ぐらいにはまとめていきたいなというふうには思ってます。で、意見を聞く会も大体半年ぐらいというふうには今報告を受けてますけれども、ちょっと詳細の日程がいつからいつまでっていうのはちょっと僕もまだ聞いてないところありますんでね。一発目が8月末からっていうことになるので、まあちょっとそれを詰めた内容でやるのかどうなのかっていうのはちょっとごめんなさい、まだ日程はまだ出てない、わからないですね。あと新種採用分で知事が出席される理由ってどうしたかなというのを教えていただけますか。これもともと福祉と推進局自体、これ府都市の共同の設置の局ですんでね、それからこの大都市の制度のあり方というのは、これ当然府も大きく関係してくるわけですから、まあ、そういった意味でこの共同設置の事務局において、それぞれのトップである知事市長が出て、まあ、府民でもあり市民でもある皆さんの意見を聞くということは、僕はあってしかるべきなんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、その点共産党から昨日申し出があったと思うんですけども、それについて何か考慮して変更とは考えておられますか。まあ、一点誤解されているのが、その住民の皆さんの意見を聞く会において、なんかこう新たな特別区の制度を作るというかね、まあ、そういう会だと誤解されているところあるかも分かりませんけども、それは市民府民の皆さんの意見を聞く場ですんでね、別に特別区の案を作る、まあ、そういう場ではありませんから、まあ、そういった誤解が一つあるのかなというふうに思っています。あとはその大都市制度の在り方について、もともとの根本思想というか、まあ、そこが違うところがあるのかもしれないですね。テレビ大阪の高島です。お願いします。外国人の家事支援の話に戻るんですけど、神奈川県の方では3月にスタートしたんですけど、まだ自治体による審査をクリアした事業者はないということなんですけど、大阪市の方で、まあ、どんな水族館でやってくるのかというところをまずお願いします。まず今回8事業者の方が手を挙げていただいてますから、これはしっかりとスピード感を持ってやっていきたいと思いますが、同時にこれはやはりこれ初めての試みでもありますんでね、しっかりと安全を確保するというのもこれ大事なことです。それぞれ新たな制度をこれ動かすときに見切り発車みたいなことがあってはいけないと思ってますんで、その神奈川のがなんで3ヶ月かかっているかとまではちょっと僕自身も個人的な分析はできてないですけれども、そこは今すぐ急いでどうしても早くやらなきゃいけないという、それはその月単位で見てね、月とか週単位で見てそこまで切迫したものではないという認識ではありますので、まあ8事業者も多くのところが手を挙げてくれてますから、きちんとこの定められた仕組みに基づいて、まずそれが認定できるのかどうかというのはきっちり行政として手順を追ってしていきたいと、まあ、安心安全を守るということ、事業の安定性を守るというかね、そういうことも大事なんじゃないかなと思いますね。だからその時間ありきではないのかなとは思います。ただまあずっとほったらかしには当然しませんけ、するわけにいきませんので、一定のスピード感は当然、まあ、持ちながらにはなるんですけど、まあ、優先すべきはやはり初めての試みですから、安全性を確保するというか安心を確保するというか、まあ、そういった制度自体にそごが誤解というかそういうのが出ないような、ね、ことにしていくのが大事なのかなというふうには思っています。でちょっとすごいざっくりした質問なんですけど、その外国人の家事を利用されるお客さんってどんな人が使われるのかな、使う人っていますかね。
これはまあ、想定しているのはやはりまずは共働きで、仕事をされてて、どうしても、まあ、旦那さんの方も奥様の方もどちらもこれどうしても仕事に、をしなくちゃいけないと、まあ、そういったご家庭で、まあ、当然、まあ、ある程度一定の収入はあるということにはなるかと思うんですけども、まあ、そういった中でなかなか家事に手を回すことができないというような方っていうのはまず当然これたくさんいらっしゃると思いますので、あとは、まあ、そういう方が一つあるかなと思います。もう一つはやっぱり高齢者の単身の方でなかなか家事に手が回らないというような方もその需要としてはあるのかなと、まあ、そういう需要があるからこそ8つの民間の事業者の方が手を挙げられたのかなと思っています。そもそももし需要がなければ手を挙げられる事業者さんもいらっしゃらなかったと思いますので、この大阪においてはそういった需要があるんだろうということで8社もの多くの方が手を挙げられました。あとはきっちりと選定というか、それを役所で行政でやっていきたいと思っています。でちょっと先日の会見に弊社出なかったのであれなんですけど、中山さんの話なんですが、橋本前市長とはお話はされているんですかね、会見に。僕自身が橋本前市長とこの件で、まあ、やり取りしているかどうかっていうのは、まあ、ここで、別に言うことじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、民間で、まあ、ツイッターでも出てますけど、民間の立場でこれ法的な手続きを取られるというのはそれはそれで私としては関知しない、関与しないということになるかなと思います。まあ、僕にとってやっぱり決定的に問題なのはこれ大阪市に対して言われたことですからね。要は公の場において大阪市が自民党府連に国の予算を要望する場において公の立場で会長という立場で発言をされた、そしてそれは私に向かって発言されたわけですから、これは役所どうなんだということで言われたわけですので、ね、これは私からしたら大阪市とそれから自民党府連との関係だろうなと、まあ、そういった形で整理してます、僕の中では、ね。あとはその前市長が民間で何をされるかというのはもう前市長の判断じゃないんですかね。回答の期限が明日ということになっていると思うんですけど、もし明日何も回答が来なかったらどうなるんですか。これまず言ってる内容が非常に過激ですからね。まず要は市役所に通っている、まあ、市長の秘書が覚醒剤で逮捕されたと。でそれを後から知りましたと、報道で、まあ、中山会長は知られたということですけど、後から知りましたと、後から知るというのはどういうことなんやと、それから自民党の市議団はこれ追及しなかったんですかと、それとも気づかなかったんですかと、この重大な事実についてと、そういうことをきちんと言えば説明せんとあかんでしょうと。でその人は公務員の身分を持っているのか、あるいはその民間人の市として市役所に勤めてた人なのか、給与については税が投入されていたのかどうなのか、まあ、そういうことを知りたいと、まあ、副市長室にも出入りしていると聞いていると、まあ、そういうことを、これ、かなり過激な発言でありますし、これが大阪、まあ、そういう人がいるという前提での発言ですんでね、その中でどうなんだということは、まあ、これ、批判のような意味合いが非常に強いと思うんですけれども、まあ、そういったことを大阪市に対して、これ、直接、言われたということですので、これは非常に重大だと思ってます。まあ、だからこそ僕も当時初耳、あの時初耳でしたんでね、ちょっと非常にびっくりしましたよ、正直言って。どういうことなのか、そういうことあるのかなと非常にびっくりしてですね、まあそこで申し上げたのは、まさかこれ噂レベルで、まあ、こうやって公の場である以上ね、噂レベルの話言ってるんじゃないですよねということは確認して、でその時に、まあ、個人の名前についても把握してますということを回答されたわけです、公の場で。まあ、それについては改めて、市長か副市長に、言うということで、この会自体は閉じられてますんでね、これはまさにそういった人がいるけども、どういう状況になっているのかの報告をせよということだと思ってます。でもしこれが全くですね、事実が存在しない、全くの事実を無根だとすれば、これは本当に大問題だというふうに思ってます。で現在その指摘があってから
役所内部でも調査はしてます。で、一点この会が終わった後にですね、口頭では中山会長から私どもの副市長がその特定された人物の名前を聞いてます。口頭でね、改めて私文書でも質問を申し上げました、申し上げてる次第ですけど、まあ、誤りがあってはいけないから質問でも書面で、きちんと回答を求めている状況でありますが、口頭レベルで会が終わった後に名前聞いた人の名前があります。それも役所として情報は把握している。で、役所としても、まあ、それは看過できませんのでね、その独自のこの調査というのをやっておりまして、まずこの会終了後に中山会長がこの人だと言った、まあ、仮に A さんとしましょうか。 A さんについてはですね、これ全く大阪市役所、まあ、市長の秘書でもないですし、市役所の副市長室を出入りする、まあ、そういったことも一切なかった人であります。で、まあ、その人のことなのかどうなのかちょっと分かりませんが、この回答は待とうと思っておりますが、今現時点でこの大阪市役所で把握している、まあ、調査の限りにおいては、これはそもそもそんな事実が全くないことの可能性が極めて高いなというふうに思っています。で、もし本当にそういうことになればね、これは僕らとしては本当に許せないことになるだと思いますよ。まさにオープンの場でね、公の立場で、私もこの自分自身が出席し、そして3人の副市長が出席し、そして後ろにはほぼ全員の役所幹部が日曜日に出席し、そしてこういった予算要望というお話、重要な会議をしている場で、おっしゃった発言、ですから、まさにそのこれが全く事実無根ということになれば、これは大きな役所に対する信用毀損行為だというふうに僕は思っています。もうそれが全く根も葉もない事実ということになればですね。まあ、そのあたりをどのように、まあ、このどうまず回答されるかと、回答は待ちたいとは思っています。で、これは例えばね、どっかの居酒屋とかで飲み会のようなものをしているときに、会長からこういうことあるけどどうなんっていうふうに僕がもし聞かれたらね、ここまで僕も言わないし、やることもないですけれども、まあ、そうじゃないんですよね。まあ、飲み会じゃなくても、あの会が全部終わったとね、あの会が終了して、個人的に耳打ちをされるとか、あるいはその副市長でも、僕に言いづらいというんであれば別に副市長でも構わないですけど、なんかそういった誰かにね、ちょっと一言言うてくれれば、これは僕らもすぐ調査もする話ですけどね、まさにそういった個人的にな場で言われてるもんでもないですし、その飲み会の席上でも言われてるようなもんでもない。極めてフルオープンの公なスペースの場でこれ言われてるわけですから、それなりのやっぱり公人として発言する以上根拠がないと、まあ、発言することはありえないと思いますんでね、まあ、そう思ったからこそ僕もまさか噂レベル以上で言ったわけじゃないですよねっていうあの場で念押しさせてもらった、まあ、そういう経緯もあるわけです。ですんで、それが本当に全くの事実無根で何もないとなれば、これ大阪市役所に対する侮辱行為にも近いんじゃないですかね。そう思ってます。まあ、いずれにせよ回答は待ちたいなというふうに思ってます。はい、あとすいません、ご質問ありがとうございます。していただけますか。読売新聞さんと読売新聞さんと産経新聞さん、 NHK さん、その4社でよろしいですか。はい、すいません、自通信さんお願いします。時事通信に関する先ほどの件について全く事実の根拠があれば侮辱行為ではないかとおっしゃいましたけれども、ではもし、まあ、仮に市の調査通り、まあ、全くその A さんって方今は事実の根拠であれば、具体的に市としてどのような対応を取られていくかお考えは。まずこれもしそうなれば大きな信用失墜行為ですから、これ市民の皆さんに僕も説明する責任ありますので、まず謝罪を求めていきます。でそこで適切な謝罪が行われるんであればね、それはそれで、信用、それも大きな問題ですけれども、やはりこの信
落ちた信用についても、まあ、事実と違ったんだなと申し訳ないということがあるんで謝罪しますというのであれば、そこは僕としてもその中身にもよりますけれども、その面も含めてね、信用が回復されたと判断すればそれで、応じるということもあるかもしれないですね。だからその謝罪をもし全くの事実を無根だということであれば当然謝罪は求めていきます。その後のことはまだ考えてないですね。まあ、例えば訴訟に発展するとそういったことはまたお考えくだけ決められていたいと。そうですね、訴訟にすることはあまり考えてないです、僕自身は。ただもしその謝罪を求めて謝罪されなければそれなりにやっぱりこれは大阪市に対する侮辱行為が続いているということになりますんでね、しかるべき対応を取ろうと思ってますけれども、現時点で訴訟というのは考えてはないです。というのもその民間という立場でその刑事名誉毀損の訴訟とかっていうのは結構行われてるんですけど、あれは最終的に1年2年かけてですね、今の日本のこれ民事司法制度の限界だとも思うんですけれども、まあ、大抵は100万円とか200万円とかの損害金、まあ、それを遂行する上でも当然弁護士費もかかる中でのね、これ裁判ということになりますんで、今の段階でその民事的な裁判というのをどこまでやるのかというのはどうなのかなとは、まあ、それはちょっと僕の弁護士の意見も入って、弁護士的な意見も入ってしまっているので、そこはちょっと役所の幹部とも話して、決めていきたいとは思ってます。まあ、だから今の段階で、その司法的な手続きというのはちょっと まだ内部の議論はしてないです。まあ、いずれにしろこういうのは僕の単独の意思決定だけではやっぱり良くないところもありますから、しっかりと内部でどういう対応、次にどういう対応しなきゃいけないのか、どういう対応があるのかというのはやっぱり役所の幹部とも話はしたいとは思います。ただ現時点では、まあ、もし全くの事実無根だったらば、まあ、謝罪を求めていきますし、まあ、通常であれば謝罪やっぱりこれ するんじゃないんですかね。これでそれでも何も知らぬ存ぜぬとなったらそれこそ無茶苦茶だと思いますよ。まあ、その真摯な謝罪があればそれはそれでやっぱり対応は考えます。謝罪がなければ結構まあちょっと当然対応があるということで、ただ訴訟っていうのは現地で考えられてないということであれば、例えばですけどどういったオプションというかが考えられるんでしょうか。それも今内部で検討してますんで、まあ、最終的なオプションとしておっしゃるような訴訟というのが出てくるかもわからないですよ。まあ、だ結論は出てないです、まだ内部での。ただその謝罪がないということであれば、これはしっかりとしかるべき対応というか判断というのは僕はしないといけないなと。じゃないとそれが許される、それでいいんですということになったらね、これいくらでもこんなの許されて自由奔放になっちゃいますから、それはやっぱり自由奔放というかもう中身がもうかなり強烈ですんでね、当然その政治家としての言論の自由は当然あるんですけど、ただこれは中身があまりにも、もう全くの事実無根であればちょっとありえないんじゃないのかなというふうには思います。ありがとうございます。あとちょっとお話がありますが、今回の発表のプログラミング講座に関しまして、こちらの多分プログラミング講座を行われて、まあ、若い子どもさんたちとそうに ICT の知識っていうのをちょっと持ってもらってというものですけども、これ将来的に大阪の産業の方の育成とかにつなげていくといった、まあ、ビジョンというか構想というかはお持ちでしょうか。このプログラミングというのは非常に重要だと思ってます。まあ、国でも多分そういう認識なので、プログラミングをして論理的に考える力というか、プログラム言語を使ってしっかり考えるというのはこれ将来絶対必要なものになってきますので、ですので国でもこれ近く取り組むということはこれ決まっているわけで、まあ、大阪においても、まあ、これをこの教育委員会でどこまで取り組むかというところまではまだ内部の議論は進んでませんけれども、まずはこういった実証でやってみて、そしてその実証で得られた結果でこれは非常に取り組む価値が高いと判断したら、さらに教育の中でもしっかり組み込むようにというのはしたいなと思ってます。ただまずはちょっとこれ初めての試みなんで、まあ、試験的にまあ、日にちもそれぞれ2日間ずつですし、まあ、人数も50名程度で、優秀な小学校中学生についてはそれぞれ4名程度、さらに半年間、
その無料のプログラミングスクールに通ってもらうということをやってみてですね、どれぐらい効果が出るんだろうかというのはしたい。でそれをするのも結局、じゃあその集まってきた子どもたちのこともあるんですけど、その子どもたちだけにやってるわけじゃなくて、大阪市政にやっぱ吸収しない、全体に吸収しないといけないですから、だからそこの結果というのをしっかりとやっぱり見定めて、非常にこれは有意義だとなれば、さらにこれを広げていくということは市政としてはあり得ると思いますね。わかりました、ありがとうございます。実通信の上原ですけども、先ほどの中山府連会長の発言の対応の件について補足点の確認でお伺いしたいんですけれども、事実も今回は謝罪を求めるというようなことをおっしゃっておりましたけれども、まあ、今回公の場でですね、まああいう発言があったということですけれども、その謝罪というのはやっぱり何かしらの公の場というところで求めていくことになります。それとも文書とかそういうレベル、まあ、その辺の、レベル感、いや基本的にはやっぱり今ちょっと、きっちりやってもらうという意味も含めれば、やっぱり文書での謝罪を求めるということになるんでしょうね。文書での謝罪をまずは求めていくということになるかなというふうに思います。対市民に対してもきちっとそこは、そうです、もちろん、そうです、まあ、それがあれば当然僕は市民の皆さんに説明しますんでね、これ別に個人的なやり取りじゃないですから、やっぱりその一連の経過が最終的にはこういうものでしたっていうのを、やっぱり市民の皆さんに説明しないといけないですし、そういうふうに思ってますから、じゃないと大阪市の信用がこれ毀損された状態のままだと、これは僕もその市長としてこれ預かってる身としてね、これほっとけないですよ。だから政策の中身とかであれば本当にどんどん批判していただいていいんですよ。場でも例えば渡嘉敷議員とかにね、準保育士がおかしいじゃないかと、さまざま他の先生もいろいろいろんなご意見受けましたけど、僕はそんな本当に大切なことだと思ってますし、いろんなことで厳しいご指摘を受けるっていうのは僕はあるべき姿だと思ってますし、そこに政治家の、いろんなこの言論の自由というか、その自由な議論を戦わせるというのは僕はあってもしかるべきですけど、今回は覚醒剤ですからね、覚醒剤で逮捕で後から知ったけど、どういうことなんだ、なんで後から知らされるんですか、その人税金で賄われてるんですか、副市長室、その人のために副市長室は出入りしてたんですかとか、もうこれは犯罪行為やってる人間がそこで出入りしてるということを公の場で言うわけですから、これはやっぱりそれ一定の根拠があって言われてるんでしょう。もしそれが根拠なく全くの事実無根だったら、当然これはまずは謝罪を求めていくっていうのは当たり前なんじゃないかなと思いますけどね。はい、失礼しました。読売新聞の木村です。読売新聞の木村です。すみません、住民説明会予設さんの件確認なんですが、先ほど特別区については案を作る場ではないというふうにおっしゃられたんですが、そうすると住民意見を聞いてその意見というのはどういう形で釣り上げて、例えば何に反映させるんですか。案を作る場所そのものではないということです。ですんで、これ、当然僕は自分 この選挙においてもね、都構想を修正する案を作らせてほしいというふうに訴えて、そして選挙にも通させていただいて、でこの特別区、それから総合区、両方ありますけれども、特別区についても制度設計に関与するという福祉と推進局というのを、これ作ったわけですから、その福祉と推進局においてその特別区のについてこの意見を聞いていくというのはもう至極普通のことだと思いますね。だから最終的にもし案を作るとなればそれ法定局でしょう。法定局が唯一特別区の案を作れる場ではあると思いますんでね、だからそう法定局にはなるんでしょうけど、そういう意味で法定局ではないという趣旨ぐらいですね。いろいろ意見を聞いたり検討するのはこれは当然部局としてやるべきことじゃないですか。意見は一定吸い上げて、今度 その新たな制度案作りには反映される、そういうことです。もちろんそうですね。関連もう一つ、都議会議員とか市会議員とか当該 の地方議員の方を呼ばれると、あと地域団体の方を呼ばれるというのを聞いてるんですが、これ狙いについては、いやだってそれぞれの区の議会の議員といえばそれぞれの区から選出されているわけですから、それで大阪市民のこれ代表でもありますんで、ね、代表の一翼を担っているわけですから、そういった方に
ご案内してご参加いただく、まあ、それで、まあ、意見があれば意見していただく、それから地域団体も、まあ、一市民ということになりますけれども、やっぱりさまざま、今日の安心安全の会議でもそうでしたけど、まあ、いろんな活動していただいているわけで、よくやっぱご存知ですんでね、地域のこともよくご存知だから、まあ、そういった方にもできれば出席していただいて、意見をいただくと、要はその大阪市域内 の、 この行政の機構の在り方を考えるということですので、まあ、そこに強く関与されている地域の方、それから、まあ、市民の代表にご案内するというのは、その会の重要性を考えたら当然なんじゃないかなと思います。前回の住民説明会の時は、まあ、橋本市長が討論会みたいな形で、まあ、他党の議員に出席を求めて、まあ、断られて実現しなかったというテーマありますけれども、実際、まあ、前回の制度案については維新以外の、まあ、会派は基本的に反対、地域団体も、まあ、一部は反対を主張されていたので、今回その、まあ、前回は反対されたところを、まあ、招待するような形になると思うんですが、そこは維新の検証チームの方で維新だけで決めた制度案だったという反省点もあって、そういうことを踏まえたというふうに。いや、これは行政で行う制度改革についてですから、これは特別区も総合区も含めてこれ意見を聞皆さんの意見をお聞きしますんでね。ですんで、まあ、そういった意味で広く意見をお聞きする、特にそれ以外の対はないんです。で、まあ、それでもし、まあ、出席したくないというのは出席をこれ強制することはこれできないと思いますんでね。で、別に討論会みたいなのを想定してませんので、前橋本市長がされてた時っていうのは、もう住民投票をやるよって決まった後の話で、これは賛成か反対か一票を投じなきゃいけないよねっていうところで、果たすこの説明責任を前市長されてたわけですけど、まあ、今回は別に住民投票があるわけでもないですから、広くこの大阪の行政機構の在り方について意見を聞くという場ですから、別に討論も考えてないですし、広く市民の皆さんの意見を聞いて、率直にどのようにお考えになられている意見が多いのかなと、まあ、それだけで全部はすくい上げれないのはこれ分かってますけれども、まあ、できるだけいろんなご意見をお聞きしたいなとは思ってます。はい、産経新聞今村です。しばらく会見がないということなんで少し急ぎますけれども、7月1日ヘイトスピーチ条例完全に施行になります。まあ、改めてその市長として、まあ、運用にあたってどういう点に留意していかなければならないと考えるかというところと、ヘイトスピーチに絡んでは、神奈川県が先般、まあ、施設の使用許可を全員にしないというような考え、川崎の、ね、公園ですかね。でまあ、それに絡んで、大岩知事でしたがね、まあ、法律ができたということで、まあ、そういう考え方もできるようになったというような趣旨の発言もされていました。で、吉村市長はその施設の事前を使用差し止めたら、やっぱり現場の事情からして控えるというお考えを繰り返し述べられていますけれども、改めてそういう関係みたいな事態が生じて、そうするとですね、まあ、当然求めてくる方も増えてくると思います。そういう中でどう運用していくか、お考えをお伺いします。まずヘイトスピーチ、これあってはならないというのが、まあ、基本的な考え方で、まあ、それに基づく条例がね、ようやくこの施行までこぎつけれたというのは、僕はこれすごい大きな前進だというふうに思ってます。で、その中身についても、その有識者の審査会というのをしっかりと作って、ヘイトスピーチかどうかの認定まですると、これはかなり大胆な一歩だと思ってます。で、ヘイトスピーチの認定をになればね、それを抑止する、それを広がるのを、まあ、防止するような措置もできますし、氏名や団体名を公表するようなこともできますし、さまざま拡散防止の措置も取ることができる、まあ、こういった条例ができて、そして施行までこぎつけられたというのは非常に大きいと思っています。で、この運用にあたってですけれども、その審査員のメンバーも、まあ、憲法であったり、その行政法であったり、まあ、弁護士であったり、まあ、だから法律実務ですね、まあ、そういったものに非常に詳しい方がなっていただいてますんで、まあ、非常に難しい判断にはなるかと思うんですけれども、しっかりとそうした有識者の知見を生かして、ご判断を審査いただけると
そしてまだそのメンバーからしてもこうしっかりとした審査をしていただけると思ってますので、そのまさに違法なヘイトスピーチがされたとなればこれきちんと厳格に、ね、対応していきたいと行政として厳格に対応していこうというふうに思っています。でこのヘイトスピーチの、まあ、我々の条例もそうなってるんですけどこれ事前に禁止するとか事前抑制何かこう事前抑制できると、まあ、そういう条例にもなってないありません、まあ、当然国の法律も国の法律なんかもっと後退してまして、まあ、理念法みたいになってますけどねまあ、そういった意味でなんでそうなってるかっていうとやっぱり今のこの日本の憲法の立つけ見たらこの表現の自由その憲法21条の表現の自由っていうのは極めて重要なやっぱり権利人権な、まあ、権利なわけですよね。で、まあ、その表現の自由から派生する、まあ、国民の皆さんの知る権利も非常に重要な人権であって権利であって、まあ、皆さんはそれの、代理人みたいなもんじゃないですか。知る権利の代理人として皆さんこうやってここにいらっしゃる、まあ、こういった役所のスペースもこれもともと公共のスペースですから役所関係ない人なんでここにいるんですかって記者の皆さんいるんですかっていうとやっぱりそれは知る権利というのが非常に重要な権利だという認識がこの日本の憲法の体制の立て付けの中にあるからなんですよ。だからそのまあ表現の自由というところに関して言うとやっぱり事前抑制事前に禁止するっていうのは極めて抑止的であるべきだというのが今の日本の法体系です。これは僕の個人的な意見とかじゃなくてそういう憲法の体制になってます。最高裁の判例なんかもそうですけど、まあ、表現の自由を事前に禁止するっていうのは極めて厳格に判断しています。ヘイトスピーチについての最高裁の判例についても単にヘイトスピーチが行われる危険性があると可能性があるとそれだけで施設の利用を禁止してはいけないとまあ、それだけじゃなくて他の人権が著しく侵害されるとかね、非常に危険が差し迫っているような、まあ、そういう状態じゃなければ事前規制はダメですよっていうのはこれ最高裁が言ってるわけです。ですので、まあ、そういった今の憲法体制というか法体制っていうこの大きなこの枠組みの中でね判断すると僕はやっぱりその事前にそのヘイトスピーチが起こりそうだというだけで禁止するというのは抑制的であるべきだというのが僕の考え方です。で川崎についても、まあ、かなりいろんな事情があったというふうに聞いてます。非常に多くヘイトスピーチも行われそしておそらく川崎で最終的に判断された一つの大きな要因になっていると思いますけども、まあ、市長と二元代表制をなす議会もね全員一致でこの施設を使用させてはならないという趣旨の要望書っていうのを市長宛に出しています。ですので二元代表制の下で、まあ、議会も全員ねこの川崎市の心については使わせるべきじゃないよという意見がこれ出てると、まあ、中での市長のご判断だろうと、まあ、それ以外にもさまざまいろんな事情があって判断されたんだと思ってます。でこれじゃあ僕自身大阪でもし起きたらどうなのかといえば先ほど申し上げた通り僕自身はこう何もない状態のままでね単にヘイトスピーチをするこれまでしたことがある団体だから例えば施設を利用申請したときにそれだけで禁止するということは考えていません。言えないけれども例えばねそれ以外のさまざまな事情例えばですけれどももうこの議会がね議会が全会一致でそんな施設なんか使用させるべきじゃないというような要望書とか、まあ、いわゆる川崎で同じようなね、まあ、そういったもう一つの市民の代表がそういうふうな意見を市長に突きつけてきたら僕自身も、まあ、それは重く受け止めた判断をしないといけないだろうなというふうには思っています。だからまあ、そういったいろんな事情が重なればね事前に禁止するということもありうると思いますが憲法の体制、最高裁の判例等々から考えると安易に事前に禁止するというのは違うんじゃないのかな特に行政権ですから我々権力行使する立場ですんでね、違うのかなというふうに思います。だから本筋で言うとこういうの種の事案は刑事司法の場でね民事司法の場で仮処分という手続きがありますから使用禁止の仮処分というようなものを使ってね、本来これ裁判所で審査されるべき話だと思うんですよ。その事前に使用させるかどうかっていうのはね。だからそれを行政の権力を使って使用させないというんであればそれなりの根拠はやっぱりいるだろうなというふうには僕は思ってます。
で、その根拠の一つなのが先ほど申し上げたようなもの、いろんな事情、ね、もう一つの市民代表がそう全会一致でそういうふうに言ってきたら、それはそれでやっぱりかなり重たいことになるだろうなと思っています。それでは最後に NHK さん。NHK の水野と言います。松井さんの問題に関連して、昨日松井知事が知事はファーストプラス乗れないように出てきていますと言ってたんですけれども、不勉強で大阪市長さんの場合はそのあたりどのようになっているのかということと、何かお考えとあるのかということをちょっとお伺いしてください。この大阪市役所の規定においても、市長が海外出張するときにファーストクラスが利用できる仕組みになってます。で、直近調べたら近いところでその利用されたという実態はここ数年ではないんですけれども、規定上は利用できるという実態になっている。それは規則でなっています。で、この規則というのはこれ市長が定める、役所内で定める、条例の次に重たいものですけれども、規則でそういう規定になっているということです。それが一体現在の状況で、これに対してどうするかでありますけれども、やはり今回端を発したのね、やっぱりこのファーストクラスの利用というところから端を発しましたし、やっぱり市民の常識から考えてそれはやっぱり逸脱していると思いますので、この大阪市の規則については変更をしようと、つまりファーストクラスを利用できないそういった規則に変更するということで、今役所の内部に指示を出しています。ですので、そこは変更します。規則ですから議決とかいらないんですよね。そうです。これは条例事項じゃないです。議決いりませんので、もうこれ私の判断で規則を変更させます。大事なのはやっぱりね、それは僕らでできるのはそういう規則の変更とかですけど、やっぱり政治資金規正法を改正しないといけないですよ。松江さんもやっぱりね、公私混同してあれだけね使われて、やっぱそこは問題だったと思いますけど、政治資金規正法では違法ではないわけですから。で、あれだけやっぱり矢面に立たれる、僕はもっと早い段階で謝罪すべきだと思ってましたけど、それもせずに、じゃあどうなるかというと、本当にいろんなところからこう言われて、最終的には辞職ということになった、その根本の原因はやっぱり政治資金規正法がざる法だからというところはやっぱりあると思うんですよね。だからその政治資金規正法の改正をしないと、松添さんの辞職っていうのが、なんていうんですかね、ただのなんかその個人の辞職で終わっちゃう、一人の知事の辞職で終わっちゃっては、じゃあそれで社会良くなってるんですかっていうところだと思うんですよね。政治はじゃあ政治とお金の問題良くなってるんですかというところ、あれは松添さんの特殊な問題でしょで終わらせては僕はいけないなというふうに思ってまして、そこで精神規制法、これ山尾さんだって民進党だってこれ問題出てきてますよ。維新の議員であるんかな、ちょっとわからないですけれども、今の政治家にとってやりたくないんですよ、この改正中は。でもそこを変えていかないといけないですし、そういった論調にやっぱり国民は動かない、動いていただきたいなって思いますけどね。この大阪市役所のファーストクラスを規則変更するとかね、知事が条例で変える、でもそれは大事ですけど、もっと大事なことはやっぱり政治資金規正法自体を変えていく、で市民の皆さんにちゃんと、国民の皆さんに理解できる法律に変えていくっていうことを、これそっち側に持って、それをやらないといけないと思いますけどね。あと一件でもう一つだけ、大阪府がですね、万博誘致に関連して、夢洲を想定しているということで、今日大臣に申し入れています。これについてはどのように受け止めますか。まず大阪でこれ万博をするっていうのは、これその万博はやっぱりこれ世界的なイベントですからね、非常に盛り上がる、そして世界的な 行事になりますんで、短期間の6ヶ月という期間でありますけれども、やっぱり非常に残るものも大きいと思ってます。ですんで、これ大阪市が候補の一つと、夢洲が候補の一つと、有力な候補の一つということであれば、僕は積極的にそこに協力していきたいなと思ってますし、
まあ、報道で出てましたけども、あの会議、実務者会議ですかね、あの場にも大阪市からあのしっかりとした立場の人を、立場の職員を派遣したいなというふうに思っています。まあ、中でもやっぱりあの課題があるのもこれ事実ですんでね、あの特に今夢洲で行うとなれば、やっぱりインフラの課題、交通の課題、埋め立ての課題、これがあります。ですんで、あのそこのところをどうクリアしていくのかという、この、まあ、そういったこの課題もクリアするという意味でも、大阪市はやっぱりあの非常にこの技術系のレベルも高いですから、まあ、そういったあの責任者というのを、有識者あの実務者会議の中に入ってもらってですね、なんとかこれあの成功する方向であの知見を集めて、いきたいなというふうに思っています。ですので、まあ、課題はあると思いますけれども、この大阪でやるということは、しかも大阪市内でやるというのは、これ大阪市長からしたら、それはあの僕はやっぱり非常に、この都市力の上がる話ですから、積極的にあのその、まあ、中にですね、あの入っていきたいなと思っています。はい、挙手いただいた方は以上かと思いますが、よろしいですか。はい、それではこれで終了いたします。ありがとうございます。